やり方を求める人が多くなったこの時代に、高い理想を掲げそこを目指すというあり方について教えていただいた気がします。代表の言葉に心がわしづかみにされるような思いになるんです。こういうふうにこう涙が出るような思いをするセミナーってやっぱりなかなかなくて、今年は娘2人と参加できてとても嬉しく思います。仲間たちも今日も一日充実で一日になるんじゃないかなと思ってます。毎年1回ここで自分の立ち位置、そして目指す理想、ここをですね持つことができるこの機会に心から感謝しています。皆さん、2021年の人坂セミナーご参加ありがとうございました。1000名を大きく超える方々に聞いていただいて、21年目になりますが、このコロナから学べたこと、それからコロナの向こう側にある社会、あるいは私たちの在り方、そういうことをお話しさせていただきました。ぜひこれからの素晴らしい未来を作るために、このコロナの向こうにある新しい世界に皆さん方と一緒に飛び出していきたいというふうに思っています。どうぞこの学びを少しでも生かしていただければ、とても大きな幸せですし喜びです。共に素晴らしい未来を歩んでいきましょう。本当に2021年人坂セミナーご参加ありがとうございました。